今日はこれから江ノ島です。今日は片瀬江ノ島です。こっちは若い子が多いですね。やっぱ逗子の方がいいですね。買いましたワインと、今日は子供デーです。江ノ島への入り口乗りたい。ねえ、ジェットスキーがいっぱい止まってる。乗りたい。あそこ行こうか。あそこ行けない。ちょっと待って、一回下まで行ってみよう。ちょっと待って、パパ見てみて。ほら、みんないるよ。あそこをなんとか通ればいいんだよな。行ってみたい人、うん、いい感じじゃない？見て洞窟、うん、見に行ってくる。どうぞ。大丈夫だ、オッケー。何もなかった。うん、江ノ島の裏側、絶対こういうとこや。もっと裏側にね、えもっと裏側にすっげえスタイリッシュなホテルを、ホテルじゃないですね、2、3部屋ぐらいのヴィラを作ったら絶対かっこいいと思うんですけどね。ああ、この家とか買い取れたらな、最高なんだけどな。この家、この家とか、この家とか、うわぁ、最高じゃん、これ。はい、簡易的にお家作りましたね。家作りました。いい感じですか？やだ。さてと、江ノ島ですね。江ノ島、はい、買いました。今日のお昼はこれです。人で持って帰っても死んじゃうよ。持って帰ろう。幼稚園になった。パパのズボンが汚くなった。パパ見て。え？見て？プールがあるよ。江ノ島、東京にこんなに近くてこんなに田舎、いいね。あっちあっち逆よ。なんだろう、あそこすごい並んでる。島ってお食事どころって。早く進んでください。ここから行けますね。いいよ。いいね、ここ。ここ今度、ま、みんな泊まる？やだやだ。あの、魔女の宅急便のジジのカフェだ。ジジカフェだって、ジジ。ジジって猫ちゃんいたじゃん。うん。ここパン屋さん？カフェだって。ちょっと見てみよう。オレンジジュース、ケーキ、うん、ビール、うん、ホットアイスティーとかあるよ。どうする？ここじゃない？ここ。行こう？行こう？ねえ、行く？ケーキあるよ。江ノ島は案外すごい人の数だな。一本道を行くと人はいない。夏だけで稼ぐのかな、この島は。あれ、これ改装したな。江ノ島裏側、怖いやつらいるの。ここは原付しか入れないんだね。見えたね。本当だね。
ここら辺に住むっていうのはどう？どう？今。住めるかもしれない。今日の一本ブリコでーす。サングラス。いっぱい遊んで寝ちゃいました。